こんにちは、勝部歯科クリニック代表の勝部です。今日はオールオンフォーのトラブルに関してお話しさせていただきます。トラブルって言っても、いろんなトラブルがあるんですけど、しっかりとしたですね、院を選んでいただければ回避できるトラブルもたくさんありますので、ぜひ院選びを慎重に行ってください。最初は外科手術ができない、場合ですね、それは患者さんの全身疾患の状態によると思います。例えば一番できないのは骨粗しょう症の人で、ビスホスソネートっていうね、そういうお薬を、そういう系統のお薬を飲んでる方は、インプラントも抜歯もできないんですね、そういう方はね。なので、まずそれをちゃんと情報としていただいて、それからそれを内科の先生とですね、対症に取り合って、止めていいかどうかですね。止めて、半年ぐらい止めてからだったらまあいいですよっていう場合もありますけれど、基本的にはできないですね。それと、あとは糖尿病のね、重度糖尿病の方に関しては、もう、傷の治りが全然もう悪くてですね、やっぱり手術した後、治りが悪いと痛い思いをね、長い期間しないといけないですから、そういう方に関しては、できない。もしくは、しっかりと糖尿病の数値をコントロールしていただくことができれば大丈夫になりますね。あとはもう一番、タバコをね、いっぱい吸う方は、どうしても血液の循環が、悪くなっちゃうんですね。で、口の中の血管って、体の中で一番細い、なんか毛細血管って言われてる血管なんで、そこに血液がぐる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 回ってれば、すごく強いんですけど、抵抗力があるんですけど、全然タバコ吸って、そう、血液の巡りが悪くなるので、ちょっとした刺激でもね、全然反応しなくてですね、悪くなっちゃうんですよね。なので、タバコ吸ってる方っていうのも傷の治りが悪いので、できるだけやめていただけた方が、いいと思います。次に考えられるのが、噛み合わせのトラブルなんですね。もちろんちゃんとやっぱり噛めるようにしてあげないといけないわけですけど、それって意外とね、難しくて、全額治療になりますので、一本単位の治療であればね、周りに合わせればいいんですけど、全額治療になってくると、基準がなくなってくるので、それはちゃんとした顔写真であったり、セファロって言ってね、横側のレントゲンの数値をね、しっかり読み込めたりとか、お口の中の状況をしっかりと把握できる状態、もちろん CT も、大きな CT がいりますよね。全体的に分かるような CT が必要になってきます。部分的な CT でできる治療ではないですね。そういったものが、うちの院はね、全部揃ってますので、あともう一つは、技工士さんがね、すぐそばにいますので、勝部歯科に技工士さんがいますので、一緒に連携を取り合って、こうした方がいいんじゃないですか、こうした方がいいんじゃないですか、言い合いができるんですね。で、この患者さんにはこういうのがベストですって、お互いで、一人で決めるんじゃなくて、お互いで決めていきます。なので、失敗が少ないですよね、うちに関しては。はい。で、最後は、医院の設備であったり、担当医の技術的なスキルですね、外科的な技術的なスキルが、足りない場合はトラブルになりやすいですね。例えば、やっぱりインプラントの経験値が少ないドクターとかだと、骨の状態とかが読めてこないので、なかなか、術後難しい、骨とひっついてなかったりね、することがあります。そもそも骨がない場所にインプラント入れる可能性もありますので、設備として、うちは X ガイドっていうのがあって、CT に、ドリルがこういうふうに入っていってますよってね、どこまで入ってますよ、骨があるところにドリルイングできてますかっていうのがわかるようなね、設備があるんですね。大阪ではもうあんまりないです。当院はありますけども、すごく安全な機械になってますので、そういう設備があるところを選んでいただいた方が、いいと思いますね。骨がなくても、よその院ではね、そういればしかできないって言われた方でも、今だったら、このほっぺたの胸骨っていうね、在駒っていうふうにね、言われたりしてますけど、そこに、インプラントを入れることができるんですね。それで、ちゃんと固定式の歯を作ることができるんですけど、在駒って、やっぱりちょっと危険なんですね。そこにインプラントを入れるの。だけど、うちでは、その X ガイドを使って、うまく、安全に、インプラントを入れることができるので、安心して来ていただければいいと思いますよね。だから、骨がないところに無理やりインプラントを入れて、後でインプラントが落っこっちゃったとかね、いうトラブルが起こるんですけど、それを回避する方法として、しっかりとした設備であったり、外科的なスキルであったり、で、もう本当にどこでもインプラントできないって言われた方でも、うちであれば、在庫はですね、胸骨にインプラントを入れることができますので、諦めないで来ていただければ噛めるように必ずしてみせます。次回もオールオンフォーについてお話しさせていただきましたので、ぜひ、ご視聴してくださいね。またお会いしましょう。